アリフェス少女シーンです。はるそれではパルキラ捕獲シーン撮りたいと思います。今一つ、いや、当たらなかったやつでしょ。捕獲シーン撮りたいと思います。ここでモンスターボールを使った。あ、よし、当たらなかった。出会いだ。よく出る。よし、ゲットしたぞ。やった、パルキラを捕獲したぞ。捕まえたぞ。ねえ、捕まえたよね、神王様を。砕けた赤い鎖、湖の三匹のおかげだろうな。さすがです、ヒカルくん。戦ってる様子も捕獲の狼藉もきちんと見られましたろ。強座隊の誇り、誇りです。私も後輩です。神王様、いや、パルキラ様が心に話しかけてきたんだろう。気づく、乱れ。崩れた力の関係、荒ぶる一匹やってくる。我の染めた、折り取ったぞ。もう一匹だと赤い鎖を下せた、いかに光るのにれど、もう一体の対戦するのは無理だろう。ふじゃーばー、もう一体の神王様が、いや、戦う前に、退却ら、死刑ひとまず山頂ベースへ戻るで。でも旦那、放っておけないよ。ほわか、死んだ終わりだろうか。お前も良さそうだな。なんともない圧力。さすが調査は無理ですね。それにしても、ヒカルくん、よくあの場まで立ち切れましたね。裂け目から放出されたエネルギー、あれが不思議な雷と言われ、キングを破ったせいでは、私たちがそれぞれ崇めていた、神王様はどちらも本物なのか、驚くことばかりだな。天木さんと話しかける方がいい。心をお詫びをする。席2回。ヒカルに信じたそなたたちの目が正しかった。それにヒカル、私たちの身勝手な生き存で、銀河団を追われ、ただぬる苦労も制していたのに、よくぞ、翡翠地方のみんなを助けてくれた。
まあ、時空の裂け目をほっとくわけにもいかねえし、天木さんなりなら、事情があるようですね。あのボス、神龍、神殿の件ですか。いいね、巨人の光るよりも、目の前に真実に向き合う、まさに格下先生という感じだな。楽しいな。ヒカウの影響か、皆がたくましく変わっていく。まあヒカウさんなら一人で勝てるほど強いもんね。おいおい、お気楽かろ、赤い鎖を砕きしってしまったんだぜ。大丈夫だって、パウチラ様が教えてくれたろ。パウチラってさっきのポケモンかろ。うん、こう呼ばれているんだって。でもこんなことを教えてくれたの。宇宙の始まりの石、赤い鎖、人が作り上げつは、スレラーを合わせ、見たれた時間を収めよう。パウチラと共に神殿に向かえだって。砕け散っちまったよ、赤い鎖の彼らがあるんだぜ。人が移りつくとは、モンスターボールのことですね。それしかねえのな。だがろ、宇宙の始まりの石ってなんだ。聞くならわかるかも。鉱物を理解力深くていつも、鉱山資源の採掘を行っているし。なるほど。それは心強い。してラベン博士何も思い当たることは。そうです、ヒカル君。アラシキから受け取ったプレートのメッセージを調べていると、ウォードさんが言ってました。お返ししてもよろしいのですか？これです。大地のプレートに刻まれた宇宙の生まれ土地、その家系をプレートにする、それがヒントなのです。どういうこと？プレートに似た性質の石を探すことです。探すことです。しかも、チクイクのウォロにも頼まれ、どういう石か心当たりがあるとか。そういや、ボロのやつ、混合団の修復略でもプレートについて嫌われたこともあったろうな。なんとかなりそうですね。では、宇宙の始まりの日、名付けてオリジンの功績を探すのです。メリーミッション、もう一つの存在。カイ、助けてよ。赤いうか、もちろん、キクイルド3キロへ登るね。それだけ待って暮らしたけど、お招きしないのですかね。ツバキなら、長谷さん来ましたよ。兄貴、ツバキも楽園をくれよう。リーダーと呼べ、リーダーと。じゃあリーダー、ツバキにも楽園を、よこそう、楽園を。では、あいが応援する他のキャプテンの世話になり、集落の皆を落ち着かせるぜ。兄貴のバカ、人の向きがあるのかろう。あなた、腰の毛ではなかったようだな。頬一つ、持ってり、生きなわべ、言わぬ椿の敬礼、言うならば椿章と言うやいいね。スイートソフを見つけに入れた。キクリだろう。似合わない棒に似合わない大事なお役目、ツバチに気に入らないね。ヒスリの功績の大事な財産、それは赤ツアが目をくれてくれた俺も大事なら当然。文句もあるのですかね。文句もあるのですかね。バザッチヒート勝負するのかね。そちらも丸っこいなんで。ああ、丸ワニの苦労、放電させますよ、痺れさせますよ。ツバキ許せえな、真珠団と仲良くしてくれは、一番大事なの、一番大事。なんだよ、兄貴、真珠団は、神王様ならず、パルチナの言葉を聞きたいんだろう、集落では大騒ぎだぜ、関は何になってるんだって。聞こえたのぶぜ。合点！では、太鼓の洞穴に行くとするかね。ということでまたお会いしたいと思います。シルネクスタにバイバイ。チャンネル登録よろしくお願いします。続きも後で撮ります。